はい。えっとですね。二産最適化基礎論です。で、あの、六回目の授業になるんですけども、あの、最大流問題と話をずっとしてまして、前回ですね、エドモンズ・カープのアルゴリズムというちょっと、まあ、あの、アルゴリズム自体は簡単なんですけども、それが、あの、なんでちゃんと止まるのかとかですね、どういう計算量を持っているのかっていうことの話をするのが、まあ、ややこしかったわけです。で、まあ、あの、まあ、一応それでですね、 その増加動法に対して工夫を行うとちゃんと止まることが分かったということになります。で、あの、今日の話は、ちょっとそれとは、あの、まあ、独立というか、まあ、あの、前回の話はあんま関係ないというようなことになります。で、まあ、どういう話なのかってことはちゃんとやっていくるんですけども、まあ、容量スケーリング法っていう別のアルゴリズムを紹介します。で、これはあの、増加動法の一種なんですけども、どういう意味で一種なのかってことは今日話す内容で分かるということになります。で、今進まなかったので。で、えー、っと、そうですね。 えっとですね。で、ここまでの話と今日の話の流れを、まずちょっと、あの、外観するんですけども、あの、前回は何をやったかというと、その増加動向に工夫を入れること。つまり、その個の数が最小の増加度を選ぶ。 という工夫を入れる、エドモンズ・カープのアルゴリズムっていうものを考えると、増加動向がちゃんと止まるという話をしたわけですで。実はですね、このエドモンズとカープの論文にはですね、もう一つあのアルゴリズムが紹介されています。それ何なのかというと、この,この数が最小の増加度を選ぶというわけではなくて、えっと、増加量が最大の増加度を選ぶっていう、えっと、アルゴリズムも書いてあります。まあ、増加量って何かっていうと、その増加度を選ぶと、その増加度に沿って流量を増やすわけですけども、その増える増加、 分ですね。それが大きくなるような増加度を選びましょうっていうことが書いてあります。で、まあ、それをやることによって、もういろんな、あの、ことが言えるんですけども、これもですね、あの、前回やったこの数が最小の増加度を選ぶアルゴリズムと同じように、割と解析が大変。解析というか、その、あの、数学的に考え紹介しないんですけども、それに対してですね、ここで言ってる工夫。ちょっとすいません、コールが絡んでいて。 工夫、選べるかな工夫があるんですけど、これは、そのあ、あの、前回言った工夫とは違って、まあ今から言うような工夫なんですけども、えっと、それをすることによってですね、えっと、もっとあの、単純なアルゴリズムで、しかも、えっと、数学的に考えるのも簡単であるようなアルゴリズムが得られています。で、それが今日ご紹介する、これ、要領スケーリング法というものです。でですね、あの、スケーリングっていう、その一般的な考え方があるんですけども、まあそれも、あの、 後で紹介することにして、えっと、まあ、これがどういうアルゴリズムで、どのようにその数学的に解析されるのかってことを今日は話をしていきたいということになります。で、なおかつですね、えっと、今日ちょっと着目したいのは、アルゴリズムのですね、計算量の分類って話もしたいと思います。で、この容量スケーリング法っていうのは、まあ、あるその特殊な、えっと、計算量を持ってるんですけども、それがま、どういう意味を持つのかってことも話をしていくということになります。 で、一応まあ復習をしていくと、どういうことを考えていたかというと、えっとまあ流れると、この S から P に向かってなんか流れていく、その流れている量を書く、この上を流れている量をこ今赤で書いてるんですけども、えっと、 それ、それがですね、その最大 ST 流であるかどうかってことを考えるために補助ネットワークっていうものを作るということをしていたわけです。で、まあ今日補助ネットワークはまあ出てこないので別にいいんですけども、どういうものだったかってことは、えっと、復習しないんですけども、まあそういうのを考えていたということになります。で、何をしていたかというと、えっと、その補助ネットワークの中でですね、S から T に向かっていくような道があったら、その道に沿って流量を増加させましょうということを繰り返すのが増加動法と呼ばれるアルゴリズムだったというわけです。 ですね。増加動法はどんな感じだったかっていうと、まあ、これはちょっとちゃんと見るんですけども、まず、ま、任意の ST 流から始めます。えっと、まあ、例えば、すべての、この上に0だけ流れているものから始めれば、ま、よろしいということになりますけども、で、この増加道がある限り、その増加道を見つけて、増加道に沿って増加させるってことを繰り返すということをやっていたわけです。で、これが増加動法だったというわけです。で、ちなみに、えっと、まあ、今まで扱っている増加動、 こうは、はじめこの F が0。この、どの子の上にも0しか流れてないっていう状態から始めてるんですけども、今日は、ここが変わる可能性があるので、それははじめにちょっと言っておきます。で、まあ実際に、えっと、何をやったかっていうと、その、あの、補助ネットワークを作って、補助ネットワークの上で増加度を見つけて、今2流してるんですけども、それを、あの、付け加えていくということを繰り返すということをやっていたわけです。で、増加度がなくなったらおしまいということ。 なっていて、で、増加動画がなくなったときには、この S からですね、この、えっと、補助ネットワークにおいてたどり着ける頂点を全部集めてくると、それが ST カットというものになっていて、増加動法が止まるときには、その ST カットの容量が、得られている ST 流の値と等しくなるという話があったということもきっと思い出すということになります。まあ、それここに書いてあるということですね。まずその ST、えっと、今、得られている ST 流が最大 ST 流であるってことと、 この補助ネットワークに増加度が存在しないことが必要十分である。同値である。っていうのが最適性条件としてあるっていうのが2回目に行ったことで。で、その特に最大 ST 流 F と最小容量の ST カット S に対しては、それ F の値。この S から流れ出ている総量、マイナス S に入ってきている総量が F の値ですけども、まあそれが、この最小容量の ST カットの容量。つまりなんか ST カットっていうのは、この S を 含み、t を含まない頂点部分集合だったんですけども、そのようなものの、ここですね。から出ている、この容量の和。あ、っていうのがこのキャップです。足もしていたというわけです。で、前回やってたのは何だったかというと、えー、っと、先ほど増加動法が止まるときには、この増加動が存在しないから、得られているものが最大スティールになるんだけども、必ずとも、 必ずしも増加動向が止まるとは限らないという話をしていたわけです。で、停止しないかもしれないかった工夫が必要ですねって話で、前回その工夫の話をしたという流れだったわけです。で、なんでこの停止しないかもしれなかったかというと、実はこの要領 U っていうのがあるんですけども、そこに、えっと、無理数があると、実はよろしくないんですね。投資停止しない場合があって、で、これはですね、逆というか逆の視点から言うとですね、U が無理数でなければ、 その、容量が無理数でなければ、実は必ず止まります。工夫しなくても止まります。ってことをまずちょっと始めに言っておきたい。で、まあ今、無理数じゃないっていうと有理数なんですけども、まあ、まあ計算理論的には有理数も整数は変わんないんで、っていうと、嘘なんですけども、まあ今、その、ネットワーク考えているグラフが、あの、この数有限なので、まあ整数であるという容量と、まあ有理数であるという容量はあんま本質的に変わんないんで、えっと、 この話をしてると終わらないんで、まあ、えっと、整数の容量を持つ場合に限ります。っていう話をします。で、そうすると、えっと、どんな増加動法を工夫しなくてもこれ止まります。容量が整数だったら。なんでかというと、今、その増加動法では、必ずその、戻りますけど、この増加動に沿って、この流量を増加させるんですけども、このポジネットワークに出てくる容量が必ず整数になります。 なんでかっていうと、どの段階でも、この流せる量っていうのが整数になるからです。だから、整数分だけ流して新しく補助ネットワークを作っても、そこに出てくるこの容量は必ず整数になります。だからな、流せる限り、その流せる量は必ず増加度に沿って増える量は必ず整数になります。何を言ってるかというと、だからそういうことになるので、その、 f という st 流があって、増加度を p に沿って増加させて、その後 f' っていうのが得られたとすると、その f' の値っていうのは、元々の f の値プラス1以上になります。必ず。だ1は必ず増えるわけです。で、そうするとこれ止まらない、止まらないとするとか、必ずずっと1ずつ増えていくので、えっと、この、あの、増えて、ずっと増えていってしまって、それがその、非誘拐に増えるわけです。 無限大肉って言っていいのかどうかちょっとわかんないですけど、だからま発散してしまうわけです。だけども、えっと、我々が考えている ST 流っていうものは容量制約があって、どの個を見てもその個の容量を、流量を超えられないわけです。だからこの無限にですね、その無限大の方に ST 流の値が発散してしまうってことはありえないわけです。だからそういうことはないから矛盾するわけです。だから必ず止まります。っていうことが言えます。だから、えっと、前回までやっていた話は、本質的には、 容量に無理数があるか、許してなかったって実は話になっていて、容量が整数である限りは、実はあんまり工夫はいらないってことになります。で、この時、まあだから、まあ容量が整数だったら、必ず1回の反復で、流量は、流量があの、えー、っと、ST 流の値が1は増えるので、反復の回数は最適値以下になります。だからその最、最終的にその最大 ST 流の値が10、 だとするんだったら、反復の回数は10回以下です。なんかおおをつける必要はあんまなかったかもしれませんけども、まあそういうことになるということになるわけです。で、まあそういう形でこれ必ず止まるということがわかると。えっと、容量は整数だったらですね。で、えっと、今言ったように、今日の話は容量が整数の場合しかやりません。実は。で、 この後でこの容量スケーリング法って話をするんですけども、これは容量が整数の場合にどうするかって話になります。だからちょっとそういう意味では、あの前回までの話とちょっとあの、毛色というか、えっと、フレーバーが違うものになります。整数であるという性質を使ってやっていくってことになります。で、整数を扱う問題に対するアルゴリズムの計算量っていうのを考えるときの色と、 注意しなくてはいけない部分があって、それをまず説明します。で、まずですね、その最大流問題っていうのは何を入力することによって定まるんだったかっていうと、有効グラフと、その2頂点 S と T とこの容量関数だったわけです。で、えっと、これらをですね、まあ入力するんですけども、今その計算量っていうものを考えたいので、これらを入力するのにどれぐらいの 容量が必要なのかってことを、容量って言っていただけませんかね。まあ、サイズっていう、容量なんですけども。容量っていうと、ここの容量とちょっと同じだからあんまり良くないんですけども。えー、っと、だから、ま、どれぐらいのそのコンピュータのスペースを使うのかってことと考える必要があって、そのスペースに対してどれぐらいの時間がかかるのかってことを考えるのが、まあ、計算量という時にかんを考えるときに使う視点になるわけです。 で、ちょっと真面目に考えると、あんまりや,や,やりたくないんですけども、じゃあこれ、例えばこの頂点集合とかこの個集合っていうのをビットの単位で表すと、どれぐらいのサイズになるでしょうってこと考えると。で、そうすると、まあ、頂点集合 V だとすると、まあ、頂点の数っていうのはこの V の要素数だけあるわけです。で、一つの頂点を表すのに何ビット必要ですかとかってことを考えると、例えば、まあ、頂点が、なんか、例えばですね、頂点集合、 集合が 1, 2, 点点、n、と書かれているとすると、これらを区別するためには、一つ,つの数値、この1から n っていうのを表すのに、まあ、ビットでいうと、オーダーログ N ビットかかるわけです。まあ、かかると言ってるのに、ビッグを使うのはあんまりよさないですけども、まあた,まあ、たかだか <laughs>、たかだかオーダーログ N ビットでまあできるということになります。 で、今、今、この n って言ってるのは、えっと、上の書き方で言うと、頂点数なので、だから一つあたり、ログ v ビット使ってあげて、まあ、頂点数 v なので、全体、そしてこの頂点集合は、v ログ v のオーダーのビットで、蓄えられるという形になります。というふうに、ま、ここは、あの、仮定するっていうふうに言ってもいいんですけども、まあ、こういうふうなものだと思うことにします。で、まあ、同じようなことを考えると、まあ、この集合っていうのも、まあ、この数だけ、 蓄える必要があるんですけども、こっていうのは、二つの頂点を指定することによって表されるので、その二つの頂点を指定するのに、一つあたり、まあ、ログ V で、まあ、それ二つなので、その二倍で、まあ、オーダー A ログ V という形になるというふうにまあ思ってくださいってことになります。はい。で、まあ、二頂点に対しても、一つあたり、えっと、ログ V ビットだと思うと、オーダーログ V ビットで、まあ、二頂点指定できるということになります。で、ややこしいのは、この高容量関数で、これは、 各個に対して、なんか整数を、まあ、生の整数ばやってる。今日は、整数容量しか考えないと。言ってるので、整数。えっと、生の整数。あ、えっと、ヒフ整数かな。これ z、z プラス書いたあこれ、皮膚整数だと思ってください。で、ヒ、え、フ、っと、整数ばやってると。で、まあ、その、そうすると、まあ、一つの整数、ua っていうのがあるとしたら、まあ、その ua っていう整数を表すのに、えっと、どれだけビット使うかっていうと、まあ、ログ ua ビットぐらいなわけです。 まあ、っと、まあ、これ、てを書かない、書いてないのは、この、あの、オーダー記法の中に入れてるから、えっと、て書いてないんですけども、まあ、なんか正確にあんまり書きたくなくって、まあ、ては2かもしれませんけども、まあ、2じゃないかもしれない。でも、まあ、えっと、まあ、オーダーだったらよろしいというか、か形でこの形。で、その ua に対しては、ログ ua ビットを使っていて、で、えっと、その書く個に対して、それがあるので、その和になるというのが、その個容量関数を表すのに、まあ、使うビットになるということになるわけです。で、 えっと、今ですね、この ua の最大値を、まあ、large u と書くことにしましょう。なんか、いちいちこの、なんか、和を書くのが嫌なので、こういうふうにするするあの書くことにするんですけども、えっと、large u を最大値、ua の最大値だとすると、まあ、これは、今回書いてる和は、上から a かける log u で抑えられると。 いうことになります。でそうすると、今ここに出ているですね、このえっとサイズと書かれているものは、どれもえっと V の要素数、A の要素数と Large U に依存するって形になってます。ので、まあ、これらがあのその計算量を定めるパラメーターになるというふうに思うわけです。だから今後そのえっと最大流問題のアルゴリズムの計算量ってものを考えるんですけども、まあ、それは今言った頂点数とこの数と Large U っていうこの容量の最大値。 に対する依存性で測ることにします。だから、これらに対して、えっと、どのように全近的に変化するのかということを考えていくってことになります。いいですかで、まあ、頂点数とかこの V の要素数とか A、えっと、この数を A の要素数とかって今書いてるんですけども、ちょっともう、あの、面倒なので、えっと、これ前回もちょっとこういう記号を作り、作りましたけども、頂点数は N。 この数は m というふうに書くことにします。これは割とこの、あの、組み合わせ最適化とか、グラフのアルゴリズムでは、あの、よく使われる記号で、まあ、よくは使われる記号をあんまり、よく使う記号だから使うっていうこともなるんだけども、まあ、あんまり、これがわかりやすいかどうかは別にして、まあ、あの、以後、こうだと思ってくださいということになります。で、えっと、そうすると先ほどのその、工夫しない、何でしたっけ、工夫しない増加動法の計算量、 この、だからまあ今これ V は M、あ、N、A は M だと思ってるんですけども、その N と M と Large U を使ってどのように書けるでしょうっていうことをちょっと考えてみます。あ、その前にすいません。<laughs> それは次にやるんですけども、このじゃ依存性に対して名前がついてますっていうことも先に言わないとけどでえ、何かっていうと、我々はですね、多項式時間アルゴリズムっていうものに興味があるんですけども、その多項式時間アルゴリズムと呼ばれているものには、いろんな種類があります。 で、それをご紹介すると。で、ここにもう3つ並べてるんですけども、強多公式時間、弱多公式時間、ギッタ公式時間って言葉があります。で、それをまず、あの、ご紹介して、それがどういう意味なのかってことをまずちゃんと理解していただくいうのが今日の始めです。で、これらは全部違うものを表していて、強多公式時間、アルゴリズムと言ったら、それは計算時間、計算量が N、M の多公式で抑えられる、上から抑えられるアルゴリズムのことを言います。 で、弱多項式時間と言ったら、それは nm と logu の多項式で抑えられるアルゴリズムのことを言います。で、ギタ公式時間と言ったら、nmu の多項式で抑えられるアルゴリズムのことを言います。ということになります。で、もうこの時点で、もうまずまあこれはて定義であるとうう思ってほしいわけです。で、まあ、下に中があるんですけども、その前に例を見ます。今、例えばですね、 nm の2乗とか m 2乗ログ u とか mu とかっていうような計算時間を持つアルゴリズムがあるとします。じゃあこれらのアルゴリズムは強多公式時間アルゴリズムですか弱多公式時間アルゴリズムですかギター公式時間アルゴリズムですかってことをまずあの判断したいとします。で、これらの定義をかここに書いておく、下に書いておくべきでして、 だが、ちょっと空白が狭すぎて書けなかったんで、えっと、ここで補足しながらやっていきます。で、今多公式時間アルゴリズムって何だったかっていうと、N と M に関する多項式。で、そうなってるのはどれでしょうというふうに思うんですけども、えっと、これは、えっと、あ、そう、じゃなかった。すいません。これはそういう順番じゃなかった。NM 事情は何でしょう で、これは、だから今言ったように、強多公式時間っていうのは N と M の多公式だったらそうなので、この NM 事情は N に関して多公式、M に関して多公式なので、これは強太公式時間アルゴリズムです。となります。で、弱多公式時間アルゴリズムって何だったかっていうと、N と M とログ U に関する多公式だったらいいんですけども、この NM 事情はログ U 入ってないんですけども、それはログ U の0乗だと思いましょう。する。で、そうすると、これは NM 事情で入ったんですけども、それは、 n と m と log u の多項式というふうに見えるので、それは弱多項式時間ですというふうにも、まあ、見なせるということになります。で、ギタ公式時間アルゴリズム何だったかというと、これは n と m と u に関する多項式時間、多項式だったんだけども、この nm 2乗っていうのは、まあ、n と m に関しては多項式なんだけども、u に関しては u の0度だと思えば、u の多項式にもなっている。ので、これはギタ項公式時間アルゴリズムでもあるというふうに思えると。 いうことで、まあ、この NM 辞状って書いてあるのもアルゴリズムは、強太公式時間アルゴリズムであり、かつ弱太公式でもあり、似た公式でもあるという形になります。で、そういう考え方をすると、前のページですけども、えっと、強太公式時間アルゴリズムは、必ず弱太公式時間アルゴリズムでもあり、似た公式時間アルゴリズムもあるっていうふうに言えるということになります。はい。じゃあ、えっと次のこの M 辞乗ログ U っていう計算量があったら、そのアルゴリズムは何でしょうで、これは、 えっとか、M の事情、ログ U の一乗だと思ってるわけです。で、そうすると、これは N, N と M だけの多公式ではないので、強多公式時間アルゴリズムが持てる計算量の形をしていません。いいですか。だけども弱多公式時間のアルゴリズムが持てる形にはなっていて、で、ログ U っていうのは上から U で抑えられるので、これはギタ公式時間アルゴリズムもあります。いいですか。 だから弱多公式時間アルゴリズムは必ずギタ公式時間アルゴリズムです。っていうのが前のページのこの部分の矢印ですね。ログ U は必ず U で上から押さえられるので、全近的に。<laughs> で、じゃあ最後、MU っていう計算量を持ってるとすると、 これは M に関しては多項式ですけど、で、U に関しては多項式だから、二多項式時間アルゴリズムではあるんだけども、これは、えっ、ー、と、U が入っているので、N と M の多項式ゃないから、強多項式時間アルゴリズムではありません。で、一方で、弱多項式時間アルゴリズムかどうかって言われると、弱多項式時間アルゴリズムであるためには、この計算量は、N と M とログ U の多項式である必要があります。だけども、この U っていうのを書きたかったんですね。 u っていうのをログ u を使って表そうとすると、これは、まあ、定が2だとすると、u っていうのは2のログ g 2u 乗になります。だからこれはログ u に関しては指数関数的なんです。だからログ u の多項式では抑えられてないので、これは弱多項式ではないということになります。いいですかで、これは重要で、だからログ u っていうのと u っていうのは指数関数的に違うんだということになります。 ログ U っていうのは U に対して指数関数的に速いとも言えますし、U はログ U に対して指数関数的に遅いと言えるわけです。いいですかでそういう意味で、えっと、ギタ公式時間アルゴリズムだけども、弱タ公式時間アルゴリズムでないものっていうのは、そういう意味ではかなり遅いというふうに思えるわけです。で、それは注意していただきたいということになります。で、特に何を思ってほしいかっていうと、今、 最大流問題を考えるときには、その入力は有効グラフと高容量関数で与えられるわけですけども、高容量関数を表すのに必要なビット数は、m×logu だったわけです。でそうすると、それに対して mu っていうのは指数関数的に大きいわけです。m と logu に対しては。だから、 このギター公式時間、弱った公式時間アルゴリズムでも、強多公式時間アルゴリズムでもないアルゴリズムの計算量は多公式時間ではありません。だから、もし皆さんが作ったアルゴリズムが、えっと、えっと、強多公式時間アルゴリズム、あるいは弱多公式時間アルゴリズムであっては、それは普通の意味で多公式時間アルゴリズム、入力サイズに対して多公式時間で動くアルゴリズムであると言えるんだけども、ギター公式っていうこの MU とかっていうふう形になっているものは、 多項式時間アルゴリズムではなく指数時間アルゴリズムなので注意してください。で、そういうものを多項式時間アルゴリズムのような形で呼んでしまうのはよろしくないかもしれませんけども、ギとついているのは、まあこれはある意味で多項式ではないってことを表しているというふうに思ってほしいわけです。多項式のようなもの <laughs> と言ってるわけで多項式ではないと, <laughs> ということです。で、そこら辺はややこしいので注意をしていただいて、まずこの3つのあの、 似た名前の計算量がどういう違いを持っている概念なのかってことをまず理解してください。いいですかはい。で、えっと、それを理解した上で、先ほど言っていた工夫しなかった、えっと、増加動法は何なのかというと、これは、えっと、まあ、前回まで言った通り、その容量が実数の時には無理数、 を取る可能性がある場合は止まらないことがあるんですけども、容量が生するときには必ず止まるとさっき言いましたと。で、それは計算量をちゃんと考えると、まあ、ちゃんとかどうかわかんないけども、少し考えると、M 字上 U って形で書けます。M っていうのはこの数でした。なんでかっていうと、先ほど言ったときその反復回、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、計算量は反復回数かける各反復の計算量で表されるんだけども、各反復、その増加同法、 の各一反復でその増加度を見つけるのにはどれくらい時間がかかったかっていうと、それは前回ちょっと最後に言ったように、オーダー M、えっと、この数のに比例する計算量でできますよっていうことを言いました。じゃあ反復回数が何回ですかと言ったら、さっきはこれはその最適値のオーダーですよっていうふうに言ったんだけども、最適値は、えっと、この数かける両論の最大値を超えられない。ので、最適値は上から MU で抑えられます。ので、 mu かける m で m 自乗 u っていう計算量が得られるという形になります。で、まあ、実際に、えっと、反復回数が mu 回のオーダーになるような例も知られていて、えっと、あの、この計算量、まあ、この反復回数はこれ改善できないということは知られてます。ので、まあ、そういうことも含めて、この、えっと、工夫のない増加動法は、両量は整数の時には止まるんだけども、それは、 M に関して多公式で U に関して多公式なので先ほどの分類で言うとギタ公式時間アルゴリズムになるということになります。だから止まるんだけどもこの工夫のない増加動向はいろいろが整数の時には多項式時間アルゴリズムではないということになります。ギタ公式時間アルゴリズムは指数時間アルゴリズムです。だからこれはえっと止まるんだけども早くないアルゴリズムなわけです。ここまでいいですかだから止まることは嬉しいんだけども遅いから嬉しくない。 で、今、そういう、あの、段階に入ってきたということになります。で、今からやる容量スケーリング法っていうのは、このギタ公式時間、指数時間のアルゴリズムを弱多公式時間アルゴリズムに変えてくれます。っていうことを話します。あ、で、で、前回やったもの、えっと、こエドモンズカーブのアルゴリズム。えっと、容量は実数であっても必ず止まると前回言って、で、最後にその計算量が、 えっと、n、m 事乗になるってことを言いました。これ前回最後ちょっと書け足でやったことになります。で、この計算量の、その、えっ、ー、と、形は n と m だけに関する多公式なので、これは強多公式時間アルゴリズムになっていると。だから先ほどの3つの分類で言うと、一番嬉しいところにいるのが、このエドモンズカ学のアルゴリズムになっていると。でしかも容量が実止まるということになっているこれしかなり嬉しいわけです。かなり嬉しい。で、かなり嬉しいことを思うのが。だから、 前回やったんだから、別に今日何もやらなくてもいいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ今日は先ほどの分類で言うとその弱多公式のところに入るものをやるということになります。なんでそれやるのかってことは後で説明します。はい。で、えっと、今からやる容量スケーリング法の特徴です。まず、えっと、容量が整数の時のみ実行できる。工夫のない増加動法は容量が整数じゃなくても実行はできました。 だけども、この容量スケーリング法はそもそも容量は整数じゃないときには実行できません。だからそういう意味では弱いです。で、まあだから容量は整数のときだけしか今から考えませんから、まあそれは別に構わないんだけども、えっと、まあそ,その、その部分が工夫のない増加動法とはちょっと違うっていうことを認識してもらって、で、なんだけども弱多公式時間アルゴリズムです。 工夫のない増加動法は、容量が整数の時にはギタ公式時間アルゴリズムだったんだけども、容量スケーリング法は弱多公式時間アルゴリズム、つまり多公式時間アルゴリズムになります。 前回なんであんなに我々は苦労してエドモンズ・カープのアルゴリズムの解析というのをやったんだろうと。もうあの、あの、あれはもう二度とやりたくないとかって私自身も思うんですけども、まあそれ置いといて、あれはですね、ちょっとあの大変だったと。で、それに比べて今日やる容量スケーリング法は、まあ、エドモンズ・カープのアルゴリズムに比べて簡単です。だから、あの、なんだろう、無条件で簡単であるとは言いません。だから苦労はするんだけども、前回のような苦労はしないと思ってください。で、それを今からやっていくということになります。で、じゃあ容量スケーリング法、実際どういうアルゴリズムなのかってことを、まず例でお見せします。 えっと、このような例を考えましょう。ちょっと今までと使ってる例がちょっと違うんですけども、この例で考えるという形にします。で、何をするかっていうと、まず、えっ、ー、と、すべての容量、まずこれは整数です。それでまず重要。そうだはないと動かないから。で、何をするかっていうと、今はですね、この容量に現れている数値を見ます。1、容量1とか容量3とか。で、その、まあ、出てきている容量を全部並べます。ま、この12345。12345。なりますね。で、今これで並べてます。で、 ここは何なのかと言われると、これは今8です。で、えっと、このすべ、今出てきている容量すべてを含むような一番小さい2のべきをまず考えます。2のべきっていうのは2、4、8、16、32とかそういうやつですね。2の何とか乗ってやつです。で、でこの場合は8です。で、何をするかっていうと、ここはスケーリングっていう言葉の由来なんですけども、 えっと、まず気分も言いますけども、これ、この今、えっと、0から8って今これ区間があります。まあこれ8を含んでないから0から7なんですけども、0から7っていう区間があるんですけども、それを二等分します。二等分します。で、その今、二等分すると、まあこの0の1と4の1っていうのがあるわけですけども、えっと、すべてを、その0か1に丸めます。丸めてるっていうのは、えっと、0か4、なん、なんていうんだろう。 えっと、整数を見て、えっと、今、その丸めるべき1に向かって下に丸めるってことをします。で、だから本来は、だから0か4って値になるんだけども、今2つの値しか出てこないので、それを0と1とみなすっていうふうにします。だから、1、2、3とあったところ、もともと容量が、それは今0になっています。で、4と5となっていたところは今1になっています。別にそのような新しいネットワークを作ります。 で、この上で S から T まで流します。で、そうすると、まあ、これ本来はこのロっていう要領のコは書かない方がいいのかもしれませんけども、ちょっと後のつながりを考えたところでは書いてます。で、ここで S から T に向かって流すと、ここに1だけしか流せませんので、1だけ流れる。っていうものが、この今作った、この丸めたネットワークにおける最大 ST 流として得られます。今得ましたと。1だけ今流したと。 で、まあ、それは、ま、どんな形で見つけてもいいんだけども、例えばその工夫しない増加動法を使って見つけるというふうにします。で、これで、この2等分した場合の話はおしまい,といになります。で、次に、何するかっていうと、今2等分したんで、次はじゃあ4等分しますということをします。で、4等分して同じように丸めると。で、そうすると、だから、えっと、1は0に丸まって、2、3は2の位置にある1にまとまって、丸まって、4と5は2に丸めると。こういうことをします。で、 今、ここに書かれているのは何かまず、この青いのは、そのように丸めた容量です。だから、5は2に丸められて、2は1に丸められて、そんな形です。で、この青い数値が作られています。で、赤いのは何なのかっていうと、これは、先ほど得られた前の段階の、この最大 ST 流の数値を全部2倍したものです。今、1と0しかないんですけども、それを全部2倍して、2と0からなる、 流れを作ってます。で、重要なのは、実はこのようにして作った赤いのは、今考えているこの4等分で丸めたネットワークの ST 流になってます。これ後で証明します。だからこの、あった4等分に丸めたものは、前の段階の ST 流を2倍したものを ST 流として持ってる <laughs> ってことになります。で、何をするかっていうと、この ST 流から始めて、このネットワークにおいて最大 ST 流を見つけます。 だから、あの、増加動法は、どのような ST d から始めてもよかったんだけども、その、始める ST を今ここで得られてる、前の段階で得られた ST d を2倍したものから始めて、増加動法かなんか使って見つけるということをします。最大 ST d を。で、実際に見つけると、多分ここら辺2単に流せる感じになるんで、まあ、こういうものが見つかると。あ、これ22で流して、ここ1に分けてます。11分けてますけども、あだから全体で 2, 2ターンにだけ、えっ、ー、と、流量増えてます。って形になります。で、この段階をしまい。4等分をしまい。 で、今、2等分、4等分やったので、次やるのが8等分です。で8等分します。で、8等分すると、この段階では、元々の容量がそのまま現れる形になってます。で、そのような形で、今、このネットワークができていて、ここに現れている、ST 流というか、この赤いのは、前回求まったところを全部2倍したものです。で、その2倍したものは、実は、今、ここで考えている、8等分したネットワークの ST 流になってます。 これは後で示します。証明します。で、この ST 流から始めて、今この新しく作った8等分の、えっと、ネットワークで最大流を見つけるということをします。で、見つけましたと。と今、こう1段だけちょっと余分に流れたんですけども。で、これでおしまいです。今、この8等分したところにおいては、ここであら、あの、書かれている要領は元のネットワークと同じですから、そこで見つけた、 最大 ST 流っていうのは元のネットワークの最大 ST 流になってます。あ、これは必ず正しく最大 ST を見つけてくれます。いいですかただ見つけるときの手順が違う。というわけです。で、そのときにこのなんか2等分、4等分、8等分、こういうふうにして順番に考えていくということをするっていうのが容量スケーリング法です。わかりますいいですか今このようななんか図を書いてちょっとあのお見せしたんですけども、 えっと、まず、何をやるのかっていうと、えっ、ー、と、今後ですね、えっ、ー、と、この 2, 2等分するときには、これは、えっ、ー、と、K が1の反復、えっ、ー、と、4等分するときには、K が2の反復、えっ、ー、と、8等分するときには、K が3の反復とかっていうふうに、大型反復、大型反復においては、ここにあの2の形状項に分割したなんかものが出てくるというふうに、まあ、思ってほしいわけです。いいですかね。 っていう形で、えっとその、その、形を増やして、増やすごとに、この分割していく、かけ、えっと、この、この数が増えていくということになるというふうに思ってください。で、これはですね、えっと、別の見方があります。で、それをちょっとまず紹介、それも紹介する。どういうことかっていうと、今ですね、これも、これ元々のネットワーク、容量、5、1、4とかあります。で、これらを二進表記します。で、二振表記したのはこれです。 今、なんか、ここになんか、101とかって書かれてるように見えるものこれは101じゃなくて、これ101です。二進表記してると思ってください。5を二進表記した。で、3を二進表記すると、011。まあ、初めの0はちょっと、あの、桁数を合わせるために、合わせるためにつけてると思ってください。で、この、 えっと、分、分割をこの細かくしていく、あるいは粗いところから始めていくっていうのは何を表してるのかっていうと、えっと、この初めの K が1の段階っていうのは何をしてるのかっていうと、実はこの二進法で表した、えっと、容量の初めのビットだけを見ますってことを言ってます。で、そうすると、えっと、小さなところは0、大きなところは1っていう要領が得られるという形になるわけです。で、それがこの K が1のところでやってることになると。 じゃ、K が2のところは何をしているのかっていうと、今、これはその2、あの、二進表記3桁になってるんですけども、上の2桁を見ましょうって言ってるのが、この K が2の場合の,のところの話です。で、そうすると、まあ、10とか00とか01とかって出てくるんだけども、10っていうのは、二進で10なので、えっと、十進に直すと、2じゃないかな ?2 ですね、二になるということになります。で、それはここら辺に対応するということになります。01は1に対応すると。そういう形になってる。で、K が3の場合は、えっと、これすべて、 三桁分全部見ましょうと。つまり元の容量そのままのものを考えているということになるというふうにまあ思ってもらってもよいということになります。まあ、こういう解釈もあるので、ね、このようにその中の二芯で表して、この順々にその細かさを、えっと、細かくしていく。粗さを細かくしていく。分割を細かくしていく。 ことを、あの、別、別名というかあの、あの、ビットスケーリングとかっていうこともあるんですけども、まあ今日はこの言葉使わないんで別に、まああの、用語だけ紹介しますけども、まあそういうような考え方だと思ってくださいということになります。はい。では、アルゴリズム、今、今のは例でしたので、アルゴリズムとして書いてみます。こんな形になります。で、えっと、キャパシティスケーリングと英語で言いますけども、 容量スケーリング法です。で、何かというと、ま、はじめは、まあ、どこの段階でも、えっと、ゼロだけ流れている STD から始めて、この K というあ、ラージ K というのを作るんですけど,けども、これは先ほどの言い方で言うと、えっと、3段階、えっと、3, 3回、えっと、繰り返したんですけども、だから 2, 2の3乗が8になるっていう、その3が、このラージ K に対応するものになります。 で、それは、この large u っていう、この最大容量を見れば、その、まあ、ログにまあ関連する値として出てくるということになります。まあ、正確にはそれを計算すると、1プラスログ 2u を小数点以下を切り捨てたものという形で書けます。それは計算すればわかる。ので、そういうふうにやると。で、何をするで、これを、で、まあ、これ初期化なんですけども、で、各反復、その、スモール k を1からラージ k まで順に動かします。で、先ほどの図で言うと、これですね。この、 細かさをどんどん、あの、細かくしてきますよと。分割を細かくしてきますよっていうのが、この K に対応すると。あ、その形に対応すると。いうことになります。で、どうするかっていうと、まず、各個の上の容量を丸めますと。で、丸め方はこれですと。何かっていうと、その大形反復の容量を、A の容量を UKA とこの5角とするんですけども、それは UA っていう元の、えっと、容量を2の Large K-K 状で割って、 小数点以下切り捨てる。ということをします。これは先ほどのビットのイメージを持ってもらえば分かって、この2の k マイナス k 状っていうのは、まあ、右シフトですね。<laughs> ビットで言うと。何ビットシフトするのかってことを表していて、この切り捨てはただ単にはみ出たものを捨てているというふうに思ってもらえばよろしいということになります。で、このように各個 A の上の、えっと、容量をお定めます。 で、何をするかっていうと、前の反復で得られたなんか ST 流があるんですけども、それがその FK-1 です。それを2倍します。各個の上の流れてる量を2倍した ST 流、その 2FK-1 っていうものを考えて、それを初期 ST 流として増加動法を動かしますということをします。で、考えてるネットワークはグラフは同じで、容量は今作った UK ですと。 で、そこで最大 s t 1 f k を見つけるってことをします。で、これを繰り返す。で、最終的に、えっと、この K が LargeK になったところで、この FK、つまり FLargeK っていうのが見つかるんですけども、それを出力します。ということになる。というのがアルゴリズムです。いいですか。だから、で、まあ、で、まあ、ここ増加道法で言ってるのは、まあ、その工夫のない増加道法だと思ってください。はい。まあ、別にどんな増加道法でも構わない。まあ、ここでそのエドモンズ d 学のアルゴリズムに使ってもいいんだけども、 ま、なんでもいいです。とにかく、その最大 ST 流を見つけてくれればよろしいということになります。で、これが容量スケーリング法になります。いいでしょうか。で、まあ、下に一般にスケーリング法と言ったら、で、これちょっと、一般にってどれくらい一般かちょっとわかんないんですけども、一般にスケーリング法と言ったら、その数値を見るメモリを順に変えることで最適解に近い解を順に得ていく手法だと思ってください。で、まあ、この場合は容量を見るメモリを順に変えているということになります。 ちょっと先回りして言うんですけども、あの、この授業で扱う問題は、最大流問題と最小費用流問題っていうのを扱うと言いました。で最小費用流問題で出てくる数値は、量量だけじゃなくて、費用っていうものもあることになります。でそうすると、スケーリングできる対象が、量量だけではなくて、費用もスケーリングの対象になる可能性があります。で、実際そういう話を後半ではしようと思う。というのが、まあ、流れになっていて、 まあだから、この簡単な場合の最大流問題において、今、容量スケーリング法っていうのをまあご紹介しているって流れにはなっているんだけども、まあそれはちょっと後の方に行かないと、その流れは回収されないってことになって、まあそれ、とりあえずやってますと。で、まあこれが容量スケーリング法です。で、まず、これはいいですかということですね。これ、これがアルゴリズムです。で、まああの、このアルゴリズムの記述を見ても、なんだかんだよくわかんないっていう場合は、先ほどの例でまず理解するというふうにしてください。はい。 で、まず言いたいのは、まずこれは正しいアルゴリズムです。これが困るんだったら、その時に得,あの得られる FK っていうのは必ず考えている元のネットワークの最大 ST 流になります。それはなんでかっていうと、えっと、今からここに証明が書かれるんだけども、その前にどんな雰囲気かっていうと、この FK が収録されるってことは、この、えっと、small k が large k の時に出力される、この最大 ST 流っていうのがあるんだけども、そうすると、この実はこの k が large k である時の、この、U k っていう費用が、あ、費用じゃないや、容量が元のネットワークの容量と一致するってことが言えます。ので、元のネットワークの最大 st 流を見つけてるって言ってるんだから、それは必ず元のネットワークの最大 st 流ですということになります。じゃあ実際に何をするかっていうと、この small k が large k の時に、ここに書かれている容量が本当にもっと、えっと、この、だから u large k a っていうのが u a に等しいのかってことを確認します。で、それは計算すればいいだけ。 で、だからこの u, large k, a っていうのを計算すればいいだけで。で、これはどういうふうだったかっていうと、ここの部分が元々は large k-small k だったんですけども、その small k が large k になるので2 k、2の k-k マイナス乗になります。で、これは2の0乗ですから、これ1です。で、これは ua の小数点以下、切り捨てなんだけども、ua がそもそも整数だったから、ua に等しいということになります。だから、得られているものは元のネットワークの最大 s t 流ですということになります。いいですか。だから、まあ、正しさは簡単にわかる。 だから、あと考えたいのは、本当にこれが弱多項式時間の計算量を持っているのかってことをちゃんと解析するってことです。で、それは、まあ、先ほどちょっと言った通り、前回やったエドモンズカープのアルゴリズムの解析に比べて簡単です。ので、あんまり身構える必要はないんですけども、まあ、それだからといって、本当にかん、あの、無条件で簡単であるというわけではないので、まあ、それはちゃんとやっていくということになります。はい。 じゃあ、えっと、後半は、この容量スケーリング法の計算量の解析をやっていこうと思います。じゃあ、えっと、3分休憩にします。じゃあ、休憩の間は、すいませんが、えっと、換気の方をお願いします。じゃあ、3分休憩します。

どういうことですか 私は。<music> <music> はい、えっ、ー、と、では、休憩おしまいになります。 ありがとうございます。あ、完璧ありがとうございました。はい。それではですね、えっ、ー、と、続きは何かっていうと、ヨー,ヨースケーリング法をご紹介して、かなえっ、ー、と、止まるときには必ず最適 ST 流、最大 ST 流出力するということ分かったので、じゃあ、あとは、まあ、これ、あの、止まるんですけども、 困るんですけどもとか言っていいのかなえっ、ー、と、これだから、ちゃんとまず計算量をはあの把握するってことをやります。ただ、その計算量を把握する前に、ちょっと実はいろいろと、えっ、ー、と、確認することもあったりして、まあ、それもや,やりながら、えっ、ー、と、計算量を考えるってことをします。で、まず、計算量を考えるために、えっ、ー、と、ちょっと、あの、記号とかも、 導入したりしますと。まず、えっと、その、反復を表す、えっと、その、カウンターは、このスモール K で表すというふうに言っていたのは、これは先ほどとあの、アルゴリズムの動きと同じで、で、アルゴリズムの動きはどうだったかっていうと、えっと、まず容量を定めますと。で、その各、その、えっと、反復、その K で表される反復のにおける容量は UK と書くという形で書くというふうにします。で、各反復、大 K 反復においては何を考えていたかっていうと、まずはじめに考えている、えっと、 初期 ST 流は前の、えっと、反復で得られた ST 流を2倍したものだったということです。で、そもそもそれが本当に今考えているネットワークの ST 流なのかってことは今から確認します。それをちゃんと確認しないといけない。 で、それ確認します。で、その反復で得られた ST 流、最大 ST 流のことを FK と書くということをやっていくということになります。で、えっと、K が1から始まるんですけども、K が1の場合は、えっと、K-1 は0なので、ここ今 2F0 と書いてるんだけども、F0 はすべての個の上に0だけ流れている ST 流でした。だから 2F0 と書いてあるものは、まあ結局それは、えっと、すべての個の上に0が流れている ST 流と変わらないと。 ということは、えっと、確認をしてください。えっと、それ、そういうふうになってます。ということになります。で、まあ、2F0 は全てのこの上に0だけ流れているので、これは、この GU1 というネットワークの ST 流になっています。ということで、順番に続けていけば、まあ、最終的に止まってほしいとそう。得られるものが、えっと、最大 ST 流になるということになることを今からやってくるんだけども、その時にどんだけの回数反復を行いますかってことを考えるということになります。 で、反復って言ってるのは、この K がどんだけ増えていくかってこともそうだし、えっと、この、えっと、各 K において、この増加動法で何かその増加動に沿って増加操作を行うのかってことも考える。その二つがあります。で、ただし、この K がどんだけ増えるのかっていうのは、それはもう分かっていて、それは、LargeK です。戻ると。こですね。この LargeK 回しか、この、あの、SmallK が増えることはない。ので、この縦の方で、 何回と思ってください。で、だからあと考えなくちゃいけないのは、の各、その、反復、各スモール形に対おいて、この増加度を何回見つけることになるのかってことをちゃんと考える必要があるということになります。はい。で、そのためにです、ね、あで、えっと、道具として使うのは、ほんの少しで何かっていうと、この各段階、反復においては最終的に、今考えているネットワークの最大、 st 流が求まっているので、それと対になるような容量最小の st カットがあるはずなわけです。対になると何なのかっていうと、f1 の値と同じ容量を持つ st カットが存在するはずなわけです。この gu1 というネットワークにおいて。これがよろしいです。で、それ、その、その、その gu1 における容量最小の st カットを s1 と書くことにします。一般に大軽反復において出てくる 要領最小の ST カットを ST と書くことにします。で、それを後で使うということになります。で、そういうこと、記法と、などを頭に置いておいて、順番にまずやっていくんですけども、まずは、あ、そうだ、一つ言わなきゃいけないことがあって、このページは今日の朝追加しました。だからもしかしたら皆さんの、えっ、ー、と、手元にないかもしれない。<laughs> えっと、今日の朝追加する何かっていうと、まずそもそも、一番初めの反復において、この作られる U1 っていう要領、 が取りうる値は0と1しかありません。ってことをまず言います。で、それは、えっと、この large k が1プラス 62u を切り捨てたものであるってことを思い出せば、実は簡単にわかります。で、簡単にわかるので、簡単にわかるから、昨日までは書いてなかったんだけども、ちょっとこれは書いとかないといけないなと思って、ちょっと今日の朝書いたということです。で、まあ、証明は読めばわかると思うから、飛ばすっていう考え方もあって、でも少しやります。 で、何かというと、えっと、これ、だから、えっと、U1 なんで、えっと、これですね。U1A っていうのは、UA を2の K-1 乗で割ったものの小数点以下切り捨てです。だから、この2の K-1 乗っていうのがどういうものなのかってことを知りたい。ってことを考えます。で、それを今書いてます。今この K は、ここに書いてある通り1、1プラス 62U 切り捨てになるわけです。で、ここにちょっと書いてあるんですけども、22の実数 X に対して1プラス X の切り捨てと X 比べるとこういう代称関係があります。これは G と考えるとわかるんだけども、実は私これはちゃんと証明する方法よくわかんなくて。でもだから例でやると X が0.5の時は、左辺は1プラス0.5だから、の切り捨てだから、これは1。ですよね。で、これは0.5よりも大きいですよね。こんな感じですね。じゃあ整数のど,どうかっていうと X が1だったら、 1プラス 1, 1の小数点以下これ切り捨て、これ2なんですけども、これは一よりも大きいという感じなんで、まあ、小数部があってもなくても、この不等式正しいんで、まあ正しいでしょうということです。全然正面になってないけども、まあ雰囲気はつかめると。ってことで、この、えっ、ー、と、1プラスログ 2u の切り捨て、あ、書きたくなかったんです、今。これちょっとね、選ぶ場所が狭すぎて、ちょっとうまく選べないんですよね。はい。これ、だからこれは、えっ、ー、と、ログ 2u で置き換えると真の不等号になります。と で、そうすると、えっと、これは何かっていうと、2分の u になるわけです。ですか。で、そうすると、この2のマイナス1乗と2分の1を相殺させると、2の形状が u よりも大きいってことがわかります。で、もう2の形状も u も整数なので、統合をつけると、プラス1が出てくるということになるわけです。ここまでいいですかだから2の形状は u プラス1以上になります。 こんなことはちょっと終わるのかなで、そうすると、で、下のとこなんですけども、えー、っと、そうすると、まず何がわかるかっていうと、あ、まあ、これ、がってとか書いてますけども、初めの行はこれ、従ってば、ま、全く関係なくって、この上の 5, 5行ぐらい、全く、あの、見なくてもわかるんですけども、えー、っと、ua を、えー、っと、何かで割ってるんですけども、これ、どちらも、えー、っと、正なので、えー、っと、それを、えー、っと、正直に一回ててもゼロ以上になるということになります。はい。 で、えっ、ー、と、で、これはだから、えっ、ー、と、0以上の整数になりますよってことをまず言ってます。じゃあ、えっ、ー、と、この U1A が1以下の整数になりますよってことを言うんですけども、あ1以下ですよってことを言うんですけども、これ U1A のまま定義ですね。で、えっ、ー、と、今言った通り、えっ、ー、と、2の形状は U プラス1以上なので、2の形状を U プラス1で置き換えると上から抑えられると。今このマイナス1乗はこの分子の方に2増して出しているというふうに思ってください。いいですか ちょっとなんか分数を横に書いてるから分かりにくいかもしれませんけども、これ正しいと。で、今、えっと、u っていうのは、容量の最大値でしたから、このラージ u っていうのを ua で置き換えると、えっと、分母を小さくしてますから、えっと、全体としては大きくなる可能性があるということになります。で、そうするとここに書かれてるのはちょっと見にくいんですけども、ここに書かれてるのは見にくいんですけども、これは、えっと、 ua プラス1分の 2ua です。で、これ g と見ると、これが1からだとわかることになります。なんでかっていうと、この中身、ちょっと整理すると、これは2マイナス ua プラス1分の2になります。で、こ,この書に書かれているのは、これ正です。正ですって言っていいのかな正ですでいいんだかな正ですでいいです。正です。はい。正です。ので、2からなんか正のものを引いて、小数点以下切り捨ててるから、 1>, 1以下になるということになるわけです。ということで、まあ欲しかった性質が得られるということになります。だから、まあ U1A はもともと性質だってわかってるんですけども、それは0から1の値を取るということになります。いいですかだから、はじめの段階では0から1しか容量がないところから始まって、どん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 細かくなってくると、最終的に、えっと、元のネットワークの容量と等しいところまで落ち着くという形になっていくわけです。はい。で、その、じゃあ、その、 一つの反復において、容量はどういうふうに変わるのかってことを見るのが次のページのこの、この,この、えー、と話で、容量の変化と書いてあるものです。えっと、small k が2から large k の間で、で、uk a とその前の反復における、えー、容量、uk-1a がどういうふうに関係づけられるのかっていうと、の書いてあるのがこれで、uk a は2倍の uk-1a 以上で、2倍の uk-1a プラス1以下。これ先ほどのその、あの、 分割を細かくしていくイメージを持っていれば、そのものです。<laughs> を書いてるだけです。だから、えっと、証明もそんなに難しくなくて、これは実は、まあ、実数アルファに対して、この性質が成り立つっていうことだけを使って証明できますということになります。で、これは別に、ネットワークもサイドリも何も関係ない、ただのこの切り捨てという操作がどういう、 えっと、性質を持っているかっていうことを考えるだけなので、まあ別に今からやりませんが、まあ考えたかったらこの下に次のページに行くと証明書いてあるので、それを見ていただければよいということになります。ちなみにここだから皮膚と書いてありますけれども、これ皮膚これいりません。<laughs> えっと、人間の実数で成り立ちます。成り立つはずです。で、まあ書いてあるのは読まないけども、まああの、興味があったら見てくださいと。はい。ということで、まあこういうような形で各反復において容量が変わっていくということがわかると。 で、これをかん使っていきましょう。で、でこれ使って、まずい、ったことは何、何のかっていうと、さっき最大 s t を2倍したものっていうのは、今考えている反復におけるネットワークの STL にちゃんとなってますってことが、今の、えっと、その容量がどう変わっていくのかっていう話からわかります。で、それを証明しましょうと。証明するのは、2FK-1 っていうのが、 GUK っていう大系反復におけるネットワークの ST 流であるってことを今から言います。なんでか。まずそもそも FK-1 っていうのは前の反復における最大 ST 流だったので、それは、えっと、特に前の反復で得られているネットワーク GUK-1 に,における ST 流でもあります。だから、 前の反復のネットワークにおいて FK-1 っていうのはそのネットワークにおける容量制約と流量保存制約を満たしてるわけですで。上に書いてあるのが容量制約、下に書いてあるのが流量保存制約です。で、記号を忘れてるかもしれませんけども、この F- って書いてあるのは何だったかっていうと、V に入ってきている送流量です。で、F プラスと書いたらそれは V から出ていってる送流量でしたということです。で、この2つの、えっ、ー、と、 制約が満たされている。前のネットワークにおいて満たされているわけです。で、今からして何なのかっていうと、それを2倍したものが GUK っていう新しい容量においても満たされるってことを言います。で、簡単なのはこの容量、や、流量保存制約の方で何,何でかっていうと、これ全体に2倍するとこういう式になるんですけども、これは何なのかっていうと、2倍した ST 流においても各頂点 V で な、入ってきている量と出ていっている量が等しいですよってことを言ってるだけなので、それは2倍しても変わらないわけです。だから、2倍したネットワークにおいては、で、この、流量保存制約は、容量これ関係ありませんから、容量が変わるは変わらないが、流量保存制約は満たされます。二倍しても。で、問題は、2倍した流量は変わってくる、この、容量制約の方なんですけども、2倍しても0以上だってことは、これは満たされます。だから、それはいいんですけども、じゃあ、上の方どうかっていうと、えっと、元の、 流量を2倍したときに、この上のこの量量制約をえっと使うと F K、2FK-1A っていうのが上から 2UK-1A で抑えられるということがわかります。この部分を2倍しただけですね。で、その前のページで証明した UK-1A と UKA の関係を見ると、2倍の UK-1A が上から UKA で抑えられるということがわかります。ちょっと前のページに戻りますと、これですね。この部分ですね。この左の部分。 これを使っているということになります。で、進むと、これですね。ということで、2FK-1A っていうのは0以上 UKA 以下っていうことが言えたので、この新しいネットワーク GUK においても容量制約が満たされるということがわかるわけです。つまり、2倍の FK1 っていうのは容量制約も流量保存制約も満たすので、このネットワークの ST 流ですということになります。いいですか ということで、何が言えたかっていうと、今このような形でアルゴリズムが動いてるんですけども、この各反復、スモール k 大 k 反復において、初めに与えられているものは、ちゃんとそのネットワークにおける ST 流だってことが分かりました。だからちゃんとそれを使って増加動法は実行できるわけです。 で、そこから増加動法を実行して、そのネットワークにおける最大流 FK っていうのが求められるんですけども、そこまでに何回この増加動を見つけるっていう操作をするんでしょうかってことを考えるのが次の段階です。で、そのためには、この流量が実際どれぐらい変化するのかってことを知る必要があります。あ、知れば十分です知れば十分です。で、それを考えます。で、そのために何をするかっていうと、流,流量を見る代わりにカットを見ます。これが、 第3回以来やっている、この流れを調べるためにカットも見ますよと。<laughs> 主問題を考えるために相対問題を追認して考えますよという、こういう視点なわけです。で、カットを見ますと。で、さっき、あの、初めのところで基本導入したことをもう一回繰り返して言うと、台形反復のところで出てくる容量最小の ST カットを SK と書くことにします。で、えっと、CAPK と書いたら、台形反復におけるネットワークの容量に、 を使った S という ST カットの容量だと思ってください。だから UKA の和だと思ってください。いいですかね。そうあの普通に CAP S と入ったら UA の和だったんだけども、CAP KS と入ったら UK の和だと思ってください。ちょっとこれはあのこのシグマをたくさん書きたくないから導入してる記法だと思ってください。だから記法をたくさん導入してあんまりよろしくないんですけども、まあ、シグマを書くよりはいいだろうと思ってそうしてると。で、この記法の上でこれが言えますと。その、えっと、 SK-1 っていうその前の段階で得られている容量最小の ST カットの容量を現在のネットワークと前の段階のネットワークの容量で比較します。だから大型反復におけるネットワークにおける SK-1 の容量は前の段階のネットワークにおける SK-1 の容量の2倍プラス M 以下ですということを言います。 で、これは、この不等式を示そうっていう目標が初めに与えられていれば、そんなに証明は難しくありません。なぜか、もうここに書いてある、行上で終わるんですけども、なぜかっていうことを、これ、えっと、定義に従ってやっていきます。まず、このキャップ KSK-1 っていうのを見ます。で、これは定義から、えっと、この SK-1 っていう、 えっと、st カットを出ていっている子、a に関する uka の和です。これはこの定義を使っているだけど。で、前の方で uka っていうのは上から2倍の uk-1a プラス1で抑えられるってことを言いました。これちょっと戻ります、また。これです。これです。この部分です。<laughs> この部分です。で、それで上から押さえます。 それはここです。UKA を2倍の UK-1A プラス1で上から押さえるということをします。で、そうすると、何が言えるかっていうと、これを分けると、これを分けると、えっと、和があって k、2UK-1A っていうのと、プラス和の1っていうのが出てきます。で、前の部分は、これは u k これは、これですね。この、 前の段階、k-1 反復における費用、や費用だけえっと、容量で sk-1 の、えっと、費用、えっと、容量を取ったものの2倍であるという形になるわけです。で、後ろの方は1度はなんですけども、これは sk-1 を出ている個の数だけ1を足してます。で、それは上から個全体の数で抑えられます。ので、そうしているというものになってます。ですからちょっとなんか、あの、書きすぎて。 何が何だか分かんないので消しますと、という形で、この不等式が得られると。ということになります。いいですかで、これは、えっと、この、ST 型はどういうふうに変わるのかっていう、容量がどういうふうに変わるのかってことを書いたものです。で、これを使うことによって、ST 流の値がどう変わるのかってことが言えます。で、それが次です。えっと、この、 フの1よりも大きいスモール K において、FK っていうその反復で見つかった最大流の値と、その反復で初めに使っている ST 流の値を比べると、その差は M 以下ですよ。だから、大形反復、大型反復においては、初めこの 2FK-1 っていう ST 流から始めて、最終的に FK っていう ST 流を見つけて、その反復終わるんですけども、その間の 値の変化は多くても M です。この数だけです。ってことが言えます。で、まずこれ証明しますで。証明した後にこの意味を言います。で、証明は何かっていうと、最大流最小カット定理を思い出しながらやるっていう,うに書いてあるんで、それをやってきます。まず、この左辺ですね。この左辺はこういうふうな値なんですけども、これは最大流最小カット定理から、この FK っていうのは大形反復における最大流の値なのだから、それは大形反復で得られている 容量最小の ST カットの容量と等しいです。だから、バル FK と書いてあるのは、その SK の台型反復における容量と等しいです。で、同じように、この 2FK-1 のバルと書いてある、この値っていうのは、これは書き方変えると、これは、あ、書き方変えなかったんですけど、書き方変えると、これは2倍のバル FK-1 です。なんでかっていうと、バルっていうのが線形だから。 で、バル FK-1 は何なのかっていうと、第 K-1 反復における最大 ST 流の値です。なので、それは、第10最小カット定理から第 K、第 K-1 反復における最小容量の ST カットの第 K、第 K-1 反復の容量と等しいということになるわけです。いいですかで、それに2がついていると。こういう形になります。だから、ここの等式は、 まあ最初、最初、最初、カット定理を使って出しているということになります。ですかね。で、次に、不等号があるんですけども、後ろの部分、これは同じです。だこの、これはその前の部分だけを比べてできている不等号なんですけども、これ何かっていうと、これ、キャップ系は、えっと、同一なので、まずか考えているのは、大形反復におけるネットワークです。で、そのネットワークで S K S K、SK と SK-1 っていう2つの ST カットの容量を比べましょうっていうふうに言ってます。 で、そのネットワークにおいて SK っていうのは容量が最小の ST カットなわけです。だから、そうとは限らない ST カット SK-1 と容量を比べると、この向きの不等ができますということになるわけです。ですから、からここでは SK がこの大型反復のネットワークにおける容量最小の ST カットであるという性質しか使ってないということになります。で、この式出てくるんですけど、この式実は、この前のページの性質のこの部分、そのものなので、 上から M で押さえられるという形になります。いいですかということで、これがわかると。この左辺が M 以下だとわかると。で、さっき言ったみたいに、これは、大 k 反復において、はじめに持っている ST 流から最終的に得られる ST 流の値の差が M 以下ですよというふうに言っているわけです。で、今考えているのは、すべての容量が整数であるような、 最大流問題ですから、今、この各反復において、2F1 から F2 に増えるときに、今、もう一回、容量が整数ですから、増加度を見つけて増加させるときには必ず、流量は5ずつ、1以上は増えてきます。で、その差が、今、証明したことは、M 以下だっていうふうに言ってるんだから、ここで増加度を見つけてる回数は必ず、M 回以下に っていうのが、この性質からわかると。いいですか ?N 回増加させれば必ず最大値が見つかる。だから、各段階においては、各反復においては、この増加度を見つけるという操作は、たかだか M 回しか行われません。ですが、この、えっと、話は、このスモール K が2以上のところでしか成り立たないので、えっと、 まあ、K が1の場合はちょっと別途考える必要があって、から別途考えるんですけども、これは、初めが0しか流れてないっていう ST 流で、そ、その、いうネットワーク、今考えてるネットワークで、最大流 F1 っていうのを求めてるんですけども、初めの方でしょ、えっ、ー、と、紹介した性質によると、今考えているこのネットワークの容量は必ず0か1です。で、普通の工夫のない増加動法は、何回、えっ、ー、と、多くても反復を行なかった。 お、行ったかというと、それは、なんか先ほどやっていて、mu 回は行いますということを言っていたわけです。u っていうのは最大容量です。でも今、最大容量は1だっていうふうに言ってるんで、この mu って言ってるものは m になるわけです。だから、k が1の場合でも、この増加度を見つける回数っていうのは、たかだか m 回だってことがわかるということになります。つまり、どの反復においても、増加度を見つける回数は、たかだか m 回。で、 反復、このスモール k はどんだけ増えますかっていうと、ラージ k 回だけ増えるんだけども、ラージ k っていうのはオーダー u です。だから反復の回数全部で m かける log u, m log u 回だけの反復を行うということになるわけです。いいですかいいですかもうこれで、これでほぼ終わりなんですけど。ほぼ終わり。あ、早すぎる。これだと。でも別にまあ早いことは構わないんで、早い,早いってことは、 説明が雑であるっていうことをもう意味するんですけども、まあ、それはあの、余った時間で皆さんが補うということになります。さて、ということで、容量スケーリング法は、容量が接するきに必ず止まり、計算量は m 次乗ログ u になります。なんでかっていうと、今言ったみたいに、その反復回数は m ログ u になります。で、1回の増加操作はいつもやってる通り、あ、あさっき1回の、ね、増加操作は、 えっと、オーダー M でできるっていうふうに言ってますから、反復回数に M かければ、計算量が出てくるということになります。ということで、めでたく計算量が分かりましたということになります。で、この計算量は M に関する多項式、ログ U に関する多項式なので、弱多項式時間アルゴリズムになるということになるわけです。工夫のない容量式、工夫のない増加動法の計算量は M 次上 U だったわけです。 で、u のところがログ u になっているので、これは、工夫のない増加動向に比べて、指数関数的に速いということになりますし、なおかつ、これは多項式時間アルゴリズムです、ということになるということになります。いいでしょうか。で、まあ、前回の悪夢のような、とか言っちゃいけないけども、悪夢のような証明に比べて、まあ、これは、まあ、 許せるでしょうということになるので、まあ許してもらうということで、まあ皆さんも、あの、多分、証明すべきことを一個一個見ていけば、その一つ一つのことの証明は多分、時期でもできるかなと思います。ただ、その証明すべきことを思いつくかどうかはまた別の問題ですけども、っていう形になっているので、まあそういう形で見直していただければいいかなと。前回はその証明すべきことを見てもどう証明したらいいか分からないかもしれないんで、それは大変ですけども、まあそういうものだと思ってくださいと。で、まとめ、というか比較ですね。 工夫のない増加動法と、今日ご紹介した容量スケーリング法と、前回やったエドモンズカート法の計算のを今並べてます。M 字上 U っていうのは増加動法。今日やった、今やったのが M 字上 o g U、容量スケーリング法。で、前回やったのがエドモンズカート、NM 字上と。で、まあなんか M 字上っていうのはちょっと、だからどれも避けられないという感じに今のところなっているんですけども、えっと、だからその比べるべきは、この U と o g U と N、 どれぐらいい大きいかってことこになりますで、まぁ、あ、u と l o u を比べれば l o u の方が全権的に小さいので、まあえっ、ー、と、要領、増加の方法と容量スケーリング方を比べれば、まあ容量スケーリング方の方が良さそうだなっていう気はするわけです。で、一方で、容量スケーリング方とエドモンズカープのアルゴリズムを比べると、まあこの l o u と n の、まあ大小でどちらが全権的に早いか、早いのかってことは、まあ変わってくるってことになります。だから、だから例えば、n がすごく、n がものすごく大きいんだけども、u がすごく小さいような、 インスタンス、入力を持っているんだとすると、エドモンズ・カープのアルゴリズムを使うよりも、容量スケーリング法や、もしかしたらもっと単純な何も工夫をしない増加度の方が、日常上は早いかもしれません。ってことは、ちょっと気にする必要があるかもしれません。ので、まあ、今日容量スケーリング法をやった意味はあるかなとは思っているということになります。で、一応分類で言うと、エドモンズ・カープのアルゴリズムは強太公式時間。今日やった容量スケーリングは弱太公式。 工夫がなかったらギター公式になるということで、この中で下の2つだけが多公式時間アルゴリズムですってことは、ちゃんともう一度強調します。ギタ公式時間アルゴリズムは多公式時間アルゴリズムではありませんということです。だから名前に惑わされないように注意をしてください。で、もう一つそのエドモンズカーブのアルゴリズム、嬉しかったのは、これは別に容量が整数に限られない場合でも動くってことでした。で、それはちょっとした 得はあるんですけども、まあ皆さんが普通コンピューターで実装しようとする場合には不動小数点数しか使えなくて、まあ不動小数点数が実数ですかとか言われると、ちょっと微妙なところもあって、まああれはビットの数限られてますから、表せるのは全部有利数であるという立場であるんだったら、まあ上のようなアルゴリズムでも別に構わないでしょうという気にもなる。ちょっとそこら辺は、議論があるかもしれないので、あんまり深入りしないと。 いうことにしたいと思いますが、まあそういうような特色があるようなアルゴリズム3つを紹介してきたということになります。でですね、最大優の話、あと2回やるんですけども、あと2回の話は何なのかっていうと、この下のですね、に別のアルゴリズムがあって、それを紹介しますということになります。次回、次回は、このプッシュとリラベルアルゴリズムっていうのを紹介するんですけども、これは先に言うと計算量が N 次乗 M になります。だからこれ、強大度多シ式時間アルゴリズムです。 で、これ、だから、京太公式の中で比べると、NM 事乗と N 事情 M なのですけども、まず一つ特色何なのかっていうと、今までこの三つには必ず M 事乗がついていたんですけども、それは破ってます。M に関しては1乗、一うすごいですね。で、NM 事乗と N 事情 M っていうのを比べると、どちらが早いですかっていうのは、先ほどのようにその N と M のバランスによるんですけども、えっと、普通、 普通というか、えっ、ー、と、個がたくさんある場合、個がたくさんある場合は、個の数っていうのは、まあ、N 次乗ぐらいには大きくなり得るわけです。オーダーとしては。で、そうだと思うと、NM 次乗っていうのは、その M を使わずに N だけを使って書こうとすると、これは N の5乗になります。え、これ、なんでしょうこれわかれわかんない。わかんない。えっと、M 書きたかったんですけども、えっと、N 次乗 M っていうのは、えっと、N4 乗になると。 いうことになるんで、だから、個がたくさんあるような状況では、プッシュリラベルアルゴリズムの方が早い、全然的に早いってことになります。で、工夫すればもっと高速っていうのが書いてあって、これはちょっといろいろ、これは多分、次回、次回の話ではできないと思うんですけども、実は、えっ、ー、と、ちょっと工夫すると、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、計算量が N3 乗まで落ちます。で、そもうそもうこれ M すら出てこない。<laughs> 何なんだ、これは。なんかさすがにけども。で、これは、 N3 乗なんで、N4 乗にももちろん早い。全体的に早いですし、この工夫はですね、ちょっとした工夫です。また、その、エドモンズカープの時と同じようにちょっとした工夫で、これで出てくるんですけども、ちょっとそれをやるのは、この次回、次回はできないと思いますっていうのが現状で、だからこれは今紹介してるだけです。で、もう一つ重要なことがあります。このプッシュとリラベルっていうアルゴリズムを次回、次回紹介するんですけども、これは増加動法ではありません。 増加動法を工夫することによって、なんか何回か頑張ってきたんだけども、もうそういう枠組みが全くなくなります、次回の話は。で、次回、このプッシュトリラベルアルゴリズムっていうのを紹介するんですけども、なんでこんなもの思いつくんでしょうっていうところが多分スタートします。だけども、できる限り、なんでこんなものが思いつくんでしょうっていう思いつき方を、できる限り、系統的に紹介したい。っていうのが、実はこの講義の一つの 核にな,っていてなんでかっていうと、あ、なんでかっていうと、出てこなかった。なんでかっていうと、プッシュリライベルアルゴリズムは、線形計画ほど関係があるからです。で、そのような説明のされ方は、あんまり普通の教科書ではされていません。が、私がプッシュリライベルアルゴリズムを勉強したときは、まずはそういうような説明を受けていて、 なんでそういうふうにどこでは説明されてないのに、そういう説明を受けたんだろうっていう、自分の記憶と教科書に書かれていることのそごが大きくなってきて、私の中でちょっともう、スイが合わないんで、もう自分でやってしまえということで、次回、次回それを紹介するということになります。で、まず今日のまとめからすると、エドモンズカープの論文では、この数が最小の増加度を選ぶっていうのと、増加度が最大の増加度を選ぶっていう話があったんだけども、増加度が最大の増加度を選ぶっていうものの工夫は、 一言で言うと、禁止です。だから、真面目に増加度が最大の増加度を選ぶんじゃなくて、禁止的に増加度が大きいものを選ぶってことをしているのが、いろいろスケーリング法です。で、それをやることによって、真面目に選ばないんで、解析も簡単だし、えっ、ー、と、アルゴリズムも簡単だし、嬉しいことがたくさんあるという形で、それを今日ご紹介したということになりますし、まあ、それによって、弱多公式時間アルゴリズムが得られたということが今日良かったことということになります。はい。 で、次回やるのは、今言ったプッシュとリラベルアルゴリズム、プッシュとリラベル法っていうもので、言った通り、増加動法に基づかないアルゴリズムです。そんなものがあり得るのかっていうふうに思うんだけども、あり得るわけです。で、なんであり得るのかってことは、線形計画法の視点を通して見ることによって、なんでそういうことができるのかってことは分かってくるつもりになるはずなので、それを次回ご紹介して、次回もプッシュとリラベル法の外出をするんですけども、次回まずアルゴリズムの紹介を、線形計画法の視点を通じてやります。 で、次回は、アルゴリズムは既に紹介しているので、その計算量解説を行うという形でやって、あと2回の最大流の話をそれで終わろうというふうに思っております。ということになります。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ちょっと10分以上も余ってしまったのは、良かったのか悪かったのかわかりませんが、まあ、とにかく終わったので終わりにします。えっと、では、残った時間はコメントを書いて出していただく時間にしますので、そちらの方、Google Classroom の方からよろしくお願いします。はい。では、今日はこれで終わりにします。